んです。ふーちゃんの10分間日本語講座、今日は JLPT N3 文法、動詞移行形用とする、用としないを勉強します。動詞移行形、移行形は意思を表す形です。自分で思った気持ちを自分に言って確認する、この基本的な移行形の説明は私の初級の動画移行形にて説明していますので、まだわからない人はこちらの動画を見てもう一度勉強してください。今日は動詞移行形用の後ろにとするとしないをつけた表現を勉強します。用とする、動詞用移行形プラスとする。例文1、山田さんは今から会社に行きます。駅に着くと電車が来ていました。この電車に乗ろう。電車に乗ろうとした時にドアが閉まった。乗ろう、動詞移行形。山田さんは今駅に着いたところです。まだ電車に乗っていません。乗っていない状態から乗る、進行中の状態で乗るの直前の状態を表します。電車に乗ろうとした時にドアが閉まった。この例文は山田さんの意思、電車に乗ろう、その動作の始まりの直前、乗るつもりでもまだ乗っていない状態を表しています。例文2、今世界中でコロナウイルスが流行しています。そのため人が集まってはいけません。人と人は離れなければなりません。新しい時代が始まろうとしています。始まる、無意思動詞の移行形、始まろう。進行中の状態で変化する始まり、今、新しい時代が始まる前の状態だと言いたいとき、新しい時代が始まろうとしています。例文3、古い時代が終わろうとしています。終わる、無意思動詞、移行形、終わろう。終わろうとしています。反対に、もう古い時代が終わる前の状態だと言いたいときにも、この動詞用とするを使います。始まる前と終わる前、どちらも使えます。新しい時代が始まろうとしています。古い時代が終わろうとしています。あれ？例文に、例文3は人の意思はありませんね。そうです。この表現は意思動詞にも無意思動詞にも使えるんです。例文2や例文3の無意思動詞では自然の出来事を表す表現です。2、用としない。動詞用、移行形プラスとしない。例文1、太郎くん勉強しないでゲームをしています。
お母さんが言います。勉強しなさい。太郎くん、今度は友達と遊んでいます。お母さんが怒ります。勉強しなさい。太郎くんはいくら言っても勉強しようとしない。石動詞、勉強する。移行形、勉強しよう。勉強しようとしない。お母さんは太郎に勉強してほしい。太郎は勉強しないという意思を持っている様子です。太郎くんはいくら言っても勉強しようとしない。例文2、田中さんはタバコを吸っています。田中さんの奥さんは健康のためにタバコをやめてほしいと言います。田中さんはタバコをやめようとしない。やめる。意思動詞、やめるの移行形、やめよう。やめようとしない。田中さんは奥さんに言われても、お医者さんに言われても、タバコをやめる意思が感じられない。こんな時にも使います。田中さんはタバコをやめようとしない。例文3、どこの会社にお勤めですか？答えなければいけませんか？趣味は何ですか？彼は自分のことは何も言おうとしない。意思動詞、言おうとしない。自分のことは何も言わないという強い意志を持っている。他の人が彼のことを言うときに使います。このように、私以外の人が期待されていることをしないという強い否定の意思を持っている様子を表すときに、動詞、移行形、ようとしないと言います。注意、私はようとしないは使えません。私はタバコをやめようとしない。これは使えません。私の意思を言うときは、私はタバコをやめません。それでは今日勉強したところ、練習問題をやってみましょう。1. お風呂に入よう、入ろうとしたとき、電話が鳴った。2. 母はそのことについては何も話そう、話しようとしない。3. 学校に行きよう、行こうと思ったが、熱があったので休んだ。4. 買う、買おうと思って書いといたメモを忘れてきちゃった。はい、それでは答え合わせをしましょう。1、お風呂に入よう、入ろう。これ、入ります。1グループ。ますの前が、はい、り、い段。これが、移行形は、お段。はい、ろう。入ろうです。ようになるのは2グループですよ。食べようとか見よう。2. 母はそのことについては何も話そうとしない。これも話します。しがそう、
話そうとしないです。3、学校に行きよう、行こう。ますの前が、きがお段になって、こ、行こうですよ。学校に行こうと思ったが、熱があったので休んだ。4番、買います。買おうと思って書いといたメモを忘れてきちゃった。書いといた。前に勉強しましたね。書いておいたが書いといた。忘れてきちゃった。ちゃったは何でしたか？手しまったでしたね。忘れてきてしまった。話し言葉では、忘れてきちゃったでしたね。できましたか？今まで勉強してきた N3 語彙や、今も勉強している N3 文法の参考図書、本を説明欄に載せておきますので、参考にしてください。N3 文法はまだまだ続けていきます。最近、大阪弁の紹介もしています。おばちゃん、いろいろ皆さんのお役に立つことを考えてやっています。いいねボタン、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。今、この動画を見ている人で、チャンネル登録がまだの人、捕まえた。今、チャンネル登録をしちゃってください。ちゃって、てしまう。しちゃってください。お願いします。それでは今日はここまでです。バイバイ。また見てね。